こんばんは。大体日曜日もしくは月曜日、たまに火曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。さて、僕は毎週生放送水曜日にやっているわけなんですが、前回は元朝日新聞の峰村健二さんがゲストで来てくれたんですよね。朝日新聞時代の話なんかもいろいろ伺いましたけれども、大変面白かったですよ。やっぱりね、朝日新聞ファンっていうのは愛好者っていうのは多いと思いますから、ぜひその放送まだ見てないという方は見ていただければと思います。リンクは動画説明欄からどうぞ。さあ、ということで本編なんですが、今日はまず朝日新聞の最新の世論調査から見ていきたいと思います。傾向的には他社と同じような感じですよね。岸田政権の支持率は2割台に突入しています。危険な水準です。岸田政権を支持すると答えた人は前回から4ポイントダウンの 25%、 支持しないは5ポイントアップの 65% になっています。本人にはスキャンダルがないんです。まあ、ちょっと息子の問題とかありましたけど、ただ本人、その岸田総理自身にはないんですけど、まあ、副大臣ですとか政務官がいろいろこうあって辞めるという展開になっています。それも響いていますよね。やはりスキャンダルがあると連日報道されますし、政権に対する不信というのも高まっていくわけですよ。そんな感じで支持率がどんどん下がっているという状況なんですが、民主党への政権交代の時とはまるで状況が違っていますよね。あの頃はまだ民主党の、まあ、その政党支持率というのも高かったんですけど、今全然違っていて、まあ、まずその自民党の支持率は前回の26からこれどれぐらい下がったと思いますか？逆なんですよね。27に上がっています。まあ、誤差といえば誤差かもしれませんけど、まあ、大きく減っていないというのは理解すべきでしょう。野党第一党の立憲民主党とその座を狙う維新の会、ともに政党支持率は 5% となっています。政権不信は高まるんだけれども、かといって立憲にも期待していないというのが見えてきますよね。現状は政権交代の機運が高まっているとまでは言えないでしょう。岸田政権は様々なものを打ち出してきましたけれども、まあ、増税のイメージを払拭するためか所得税の定額減税を発表していましたよね。これまでの世論調査でもあまり支持されていないというのは、まあ、結果として出ていたんですが、今回の質問でもありました。政府は経済対策として所得税などを1人当たり年4万円減税し、低所得世帯に対しては現金7万円を給付することを決めました。この減税と現金給付を評価しますかというもので、評価するは28、評価しないは68となっています。僕は減税については評価しますよ。ただこの現金7万円給付、その世帯に給付っていうのはちょっとね。だって当初設定としては税収、その増えた分を還元するっていう話だったわけでしょう。それなのに払ってないはずの人に給付っておかしいでしょ。しかも国会でもこの話迷走していますよね。税収増えた分はもうないですと鈴木財務大臣が言ってるわけですよ。何なんですかこれは。まあいろいろね、こう思惑があるんでしょうけれども、まあ、減税の流れを作ること自体は評価すべきだと思います。実施は来年になるでしょうから、それを実感するまでが遠いんですよね。ただ4万円はね、1回限りだとしてもインパクトはあると思います。それにしても関連の朝日の質問が恣意的なんですよね。岸田首相がこの減税と現金給付を打ち出したのはどちらかといえば国民の生活を考えたからだと思いますか、政権の人気取りを考えたからだと思いますか、という質問をしています。こんなの誘導するようなもんでしょう。ちなみに結果は国民の生活19、政権の人気取り76となっています。これはね、印象操作的な質問と言えるんじゃないでしょうか。僕は以前から言ってるように、岸田政権今すぐやめろとも思ってないんですよ。まずは今の総裁任期をしっかりと全うしていただくというのが大事だと思います。外交面では着実に成果を上げていると思いますよ。この流れでどんどん頑張ってほしいですね。というか世界にもしっかり存在感を示していくためには、トップってそんなコロコロ変えるべきじゃないですからね。本来ならやっぱりその2期分、まあ自民党総裁任期をベースで言うと6年とか、やっぱそれぐらいは必要ですよね。ただそうやって2期やるためにも、まずはまあ、しっかりと内政を立て直していくべきなんですよ。外交の前にまずは日本人を満足させていかなければいけません。今のままだと正直3年
すら全うできるのか怪しい状況になってきました。今日ご覧いただいている方の中にも、岸田総理は早く辞めるべきだ、退陣すべきだと思っている方もいるかもしれません。まあ確かにいろいろタイミング悪いなっていうのもあるんですよね。ウクライナ戦争もあるし、イスラエルとハマスの戦いも起こっていますし、しかもこうやっていろいろあって支持率も落ちているって状況で、特別職の国家公務員の給与を引き上げる、改正給与法が通ったでしょう。まあ全体として考えるのであれば、一般職と連動して、まあそれこそ総理大臣とか、まあ、閣僚国会議員とかだけじゃなくて、まあ、自衛隊ですとかそういう人たちの給与も上げますよっていう話なわけですよ。なんだけど今こうやってね、物価高で生活が苦しいんだっていう状況の中で総理大臣の給料上がりますってなったら、それは反発も食らいますよね。実際に上がる分は寄付しますとか、まあ、自民党なんかも言ってますけれども、やっぱりね、批判される材料を作ってしまった形になりました。まあ、あとこれ別に言う必要ないと思いますけど、僕は自衛隊の給料上げるなとか言ってるわけじゃないですからね。そんなこんなで今不信感が高まっているんですけど、仮に岸田政権が退陣したとしても、まあ、日本の今の構造っていうのは変わらないわけですよ。少子高齢化の流れも変わりませんしね。まあ、物価高にしたってね、岸田さんが原因っていうわけでもないでしょう。仮に保守派が期待を寄せる高市早苗さんが総理大臣になったところで、まあなかなかね、いきなりは変えられませんよ。というか高市さんの方がよりその権力基盤ないでしょうから、岸田さん以上に何もできない可能性もあります。本当に政治っていろんな思惑が絡み合うからこそ難しいんですよね。まあ、ともかく今苦しい状況、厳しい状況ではあるんですが、まずは3年はしっかりやっていただきたい。僕もぜぜひひで評価をしていきたいと思います。さて次に行きましょう。やっぱりこれは外せませんよね。そう、高橋淳子さんの多事総論です。政権批判の気持ち悪い文章に大変定評のある高橋さんなんですが、今回は攻めてますよね。いや、攻めてるのは毎回か。今回の作品では岸田総理を批判しているんですが、岸田総理は自分がないと指摘しているんですね。そして終盤こう畳みかけていきます。政治家の言葉は思いを乗せて飛ぶ紙飛行機みたいなものだと思う。安倍晋三元首相のそれは最新の素材とテクニックでおられ、支持者の元にはビュッと飛んでいった。菅義偉前首相は花から飛距離を捨て折り込みチラシを切って折った。極小かつ不格好なものを時々ひょいと放った。そして現首相はというと、新聞紙をただ折っているが、字がいっぱいで体裁が良いとご満悦。カモメはカモメ、ザルはザル。諦めましたあなたのことは、首相の任を全うすること、あたはざるなり。自ら身を引けぬなら解散総選挙で国民の信を問え。元首相に解散権を乱用された反動からか、改ざんしろってなんか言いにくくなっちゃってるが、ザルに主導権を取られてどうする、真を問えと命じる。これは主権者国民の権利であり義務だ。忘れてはいけない。うん、私も忘れかけてたけど。いや、今回の作品も純拳が炸裂していますよね。でも言うて解散しますって宣言したら、これまた社説でボロカス書くんじゃないでしょうか。それこそ解散権の乱用だとかね。しかも解散したところで多分その高橋さんの望むような展開にはならないでしょうね。前段部分はまあ3人の総理大臣について高橋さんが考えていることをこう書いているわけなんですけれども、岸田さんは紙飛行機作っても新聞なんか折ってるだけで全然飛ばないと。新聞ね、まあ、燃やした方がいいんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ、確かにメッセージが伝わってこないというのはあるかもしれません。でも考えてみると、そういうイメージ自体マスコミが作り上げてきたものなんじゃないかとも思うんですよ。岸田総理も会見は結構やっていますからね。メッセージも出していますよ。でも報じ方によってやっぱ印象変わってきますからね。見出しにどういう言葉を使うかとかさ。まあでもそういうマスコミの件はあるけれども、ちょっとやっぱりキャラは弱いんでしょうね、岸田総理。政権とか政治家って妄信するのもダメなわけですよ。多少尻に火がついているくらいの方が、まあ、頑張ってくれるんじゃないでしょうか。でもこれ本当に難しくて、その批判やりすぎると政権自体が変な形で終わってしまう可能性もありますからね。まあ、かといってその妄信したり批判しないというのも違うし、そのバランス感覚が大変難しい。バランス、まあ、マスコミなんかはね、バランスとか考えてないですよね。もう特に朝日新聞とかね、一回やり始めたらもう徹底的にやるし、まあ、今日取り上げた質問とかもあれひどいよ。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。